黄色い足、ふわふわの体にビシッと決まった防災服、大きなくちばしにつぶらな瞳がチャームポイント。所属は長野県危機管理部、長野県防災 PR キャラクター防災ダック。長野県の各地で防災普及活動に取り組む立派な公務員です。寒い冬、皆さんもカイロ活用しませんか？でもこのカイロどこに貼ろうか悩むんですよね。背中、それともお腹、どこに貼りましょうか？なになに？防災ダックが貼っていたのは尾低骨の上、全身が温まっておすすめだということです。普段も災害時もすぐに活かすことができそうですね。カイロがない、そんな時は代用も可能です。ねえダック、なんで今日そんなモコモコしてるの？新聞紙？停電時や急な気温の低下、避難所での寒さ対策には新聞紙が役立ちます。くしゃくしゃにして肌着と服の間に入れると新聞の保温効果で暖かくなるそうです。さらに吸水性も高いので汗も吸ってくれます。ポリ袋の中に新聞紙を詰め、その中に足を入れるだけでも暖を取ることができます。新聞紙の用途は広いので、ストックしておくようにしましょう。アルミホイルも役に立ちます。靴下の上から足にアルミホイルを巻いたら、その上に別の靴下を重ね履きしましょう。輻射熱で冷えが緩和されるそうです。ぜひお試しを。防災ダックが手にしているのは携帯トイレ。アウトドアやキャンプ、普段の外出でも使うことができます。冬は大雪による立ち往生や渋滞が発生し、長時間車内で過ごさなければならないこともあるかもしれません。また、事前に試しに使っておくと、いざという時にもスムーズに使えます。車に一つ常備しておくと良いでしょう。